なんと今月、今月いろいろありましたね。毎週毎週僕ね、そうですよ毎週毎週ですね、はい、撮りましょうよ撮りましょうよって言ってるんですけど、うん、なぜか土日にいつもいない人がいるんですよね。そうだね、はい、それは何だったんですか。太平洋クラブ、はい、サノヒルクレストコースチャンピオンといわゆる世間でクラブチャンピオンですね。ほうほうほう。に一応毎週佐野に通ってました、はい、毎週通ってたっていうことは、うん、ずっと勝ち進んでたっていうことですよね。まあそうね、そうですよね、うん、そして結果は勝っちゃった。優勝おめでとうございますおめでとうございます。ということは前にこの週刊プレゴル TV で今年の目標を言ってましたよね。言ってましたね、はい。もう一回マッチプレイだから、うん、結構狭き門なんだけど、うん、久しく出てないし勝ててないから、まあもことね、今年の目標はどっかのコースでちょっと頑張って気持ち入れて、うん、クラちゃんどっか一個コース取りたいな、うん、クラちゃんどっか一個コース取りたいな、うん、クラちゃんどっか一個コース取りたいな、うん、っていうぐらいかな、うん、そう。俺もね実はね有言実行じゃないですかって誰かに言われたの、はい、何のことかなと思って忘れてたので、はい、その有言実行じゃないですかって言われて、あ、そういえば俺言ってたわと思って、はい、言霊だね、はい、言うもんだね。大体それが実現されるっていう。そうね、はい、うん、まあそんなんで、あ、でもね本当に調子悪かったんですよ先月とか。いやもう本当に悩みに悩んでどうしようって何回シャフト変えたり、うん、うん、散々クラブ調整したかっていうね。いや本当に90とか打ってたんですよね、5月の、はい、でも武藤コーチがずっと毎週毎週日曜日つきっきりで夜レッスンしてくれて、そうなのよ、はい、ああじゃないこうじゃないああじゃないこうじゃないって言って、はい、それになぜか僕も付き合わされそうでやってたら、はい、本当に6月1週目の日曜日が予選だったんだけど、はい、ちょうど本当その2日ぐらい前かな練習してて、あ、ちょっと来たかもっていうのがちょっとだけあったの、はいはい、で、なんでその嫌そうな顔する。いやいや俺もう絶対うまくいかないんだもんこれ上村啓太とクラブを作ろう。作れないでしょ。いや、ということで一回上村啓太さんにクラブを組ませてみよう。あ、それ面白いじゃん。ああ、それやりたい。そう、横で俺が教えながら啓太、うんうん、さんクラブ組む。ああ、いいよいいよいいよ、すごいよ。で、出来上がったものを俺と啓太さんで比べるっていう、うん、ああ、いいね、やってみましょう。いい、キョロキョロしますけど、はい、行きましょうキョロキョロしますけど、行きますよ。はい、はい、来ました。何するんですか今日は何を作るの今日。ドライバーアイアンです。アイアン、アイアン、はい、よし。じゃあまず、うん、下準備から始めていきます、はい、下準備、はい、もう下準備できてんじゃないのこれ。これ下準備どうするかっていうと、うん、まずこれ表面すごいツルツルしてません？ツルツルしてる。これメッキがかかってるんですけど、うん、このまま接着をしてしまうと、うん、滑りやすいんですよ、はあはあ、だから抜けやすくなっちゃいます。俺のギャグと一緒だ。本当に滑る、うん、よう滑る、うん、30ミリ、ここを30ミリ入れるってこと？そうです。でここ30ミリ入れるんだ。そう、34ミリ入っちゃうとシャフトの硬さがちょっと硬くなってちゃうじゃないですか。あ、そういうことだ。はいはいはい、そう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 。だから30ミリで仕上げたいので、うん、3ミリ分いらないじゃないですか。いらない。どうするのこれ深さ。はい、ということで登場するのがこちらでございます。絶対嘘。本当です。こうそんなことしてんの。はい、こんなのできないでしょ。ゴムハンマーで叩いていきます。で、これを回しながら。なんでこう回しながら。平らにまっすぐ入れたいので、うん、はい、こんな生き生きしてるサトシ初めて見たわ。いくよ。いや、ちょ、やめだやめだやめろよやめろ。うまいんじゃない俺。お、上手。おお、上手。おお、おお、床抜いちゃいますよ。あ、ほんと危ない危ない。こっからは、勘です。
もういいんじゃない、俺作んなくて。これ最後まで仕上げないと、ね、いや、やるよじゃん。何これ。要は半分ぐらいをちょんって一回切ってみて。そんな、これの半分ってこの上になんて、丸の上に丸なんか乗らないんだよ。あ、乗った。あ、危ない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 。全然まだ。え、どこにあんの線。そのまま奥にガン、ギュッ。できたー、できたー、やったー。あの、初めてにしてはめちゃくちゃ綺麗。今でも本当ゴルフ場って今どん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 ドレスコードが結構こうすごい厳しいところとすごい緩いところっていう風に分かれてきてるんで、こう緩いところのゴルフ場だと T シャツ短パンでも OK みたいなゴルフ場が最近は出てきてるんですよね。 T シャツ短パン？はい、むしろなんかサンダルできてる人とかいるんですもん。でも俺その方が好き。でも俺その方が好き。うん、まあ、いまだにだってゴルフ場で名門って言われるゴルフ場っていまだにめっちゃ男尊女卑なコースとかいっぱいあるじゃないですか。言っちゃダメですよ。言っちゃダメですよ。今言っちゃダメだけど、わーって言いそうになったでしょ。なった。言っちゃダメなんだけど、本当にそれこそだってオーガスタがもともとそうじゃないですか。まあね、ライス国務長官が初めてね女性でメンバーになった、メンバーになりましたよね、っていうぐらい、要はゴルフ業界ってそういう意味では遅れてたりするから、うん、まあそのゴルフ業界に一石を投じる意味でも夏ゴルフからカジュアルな服装っていうのをどん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 僕もやってほしいなと思うし、うん、でそれが、ここのゴルフ場はこういうドレスコードでいいよ、このゴルフ場はもうこういうドレスコードじゃなきゃダメだよっていうのをもっと明確化して分けていけば、それでプレイヤーが僕は選択していけばいいと思うし、まあね、そう、夏ゴルフも本当に涼しくしたいんだよっていう人が、うん、もう本当すごいカジュアルなゴルフ場行けばいいし。だってさ、夏はさ、お祭り行く時もサンダルじゃんみんな。そう、やっぱりさ、サンダルと短パンと T シャツでいいんじゃない、ゴルフ場もね、うん、だからそういうゴルフ場が僕も増えたらそれはそれでいいと思うし、でそういうのが好む人で、逆に本当に格式高くてちゃんとドレスコード守りましょうよ、でそういうところでゴルフがしたいよっていう人は本当にジャケット着て、うん、夏でもジャケット持ってきてください、うん、着なくてもいいけど持ってきてくださいみたいなゴルフ場でゴルフしたらいいしっていう風にしっかりとこれ分けて、うん、ね、はい、あとはそのマナーっていうもの、はい、を大事にみんなが回ればいいんじゃないかなという風に思います、ね、うん、ただこれはもう提案なんで、はい、僕ごときがこんなところで言ったところで何にもならないですよね。そうなんよ、まあ俺たちが言ったことも、ただそうだったらいいなって思ってるだけだよね。そうですね、うん、本当に。まあね、イギリス行ってきましたね、この間。おイギリス、スコットランド、うん、だってこの間それこそ全英オープン、そうなんですよ、やった翌週に行きまして、うん、はあ、8泊10日行って、はい、最初の4泊をセントアンドリュース、あのオールドコースのオールドコースホテル、うん、17番のあのホテルに泊まって、うんうん、でその後そっから北に車で4時間えそのエジンバラから1時間半プラス車で4時間4時間って言ったらここから福島とかインバネスっていうもうスコットランドの北スコットランドみたいなところに行って、うん、もう日本人誰もいない、うん、有名なのネッシーのネス湖がそこにあるんですよ、はい、なんか上げてましたよ一斉に上げてたね俺川口湖がなんか出てる場所さで、まあ行ってきましたよ、そのイギリスの旅に、はい、いやもうね、素晴らしいというか、最終的に思ったのはもうね、プロゴルファー猿なんですよ、あれは正解なんです。ほう、風も強い、傾斜がすごい下硬い、うん、もう上に上げれば上げるほど不利な状況がいっぱいあるのよ。アメリカのツアーとヨーロッパのツアー両方で勝ってる人ってすごいと思う。とてつもないことですよね。全然違うのゴルフが。あ、すごい。だってタイガー・ウッズってバンカーに1個も入れないで優勝したってありましたよね。そう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 、2000年オールドコースね、すごいですよ。それ考えられないってことですよね。考えられない、考えられない。まあ、運ももちろんね、運もあるだろうし、本当にドライバーで狙ったところよりも本当ね、7ヤードとか10ヤードぐらいピャッてちょっと曲がっただけでもうドン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 って言って30ヤードの右のバンカーとか入るから、
これでこれですよ。正面ですね、これが。はい。これ来ちゃうんですよ。はい。で、このスイール看板。はい。有名な橋。箱に一人で。来た。これ誰かに撮ってほしかったっすね。そう。自分で橋撮ってる。